でも勝利ARB の例でさっき私言いましたね、数十万の罪人が出たという説がある。はい、すいません、これ私じゃないんですけども、私が言うんじゃないんですけども、これ私嘘をついてました。全くの大嘘です。勝利憐れみの霊で処罰された霊というのは、勝利憐れみの霊 20年間続きました。その20年間で勝利憐れみの霊によって処罰された人たちというのは、すでに事件というのは何であるか知ってますか。たったのこれだけですよ。20年間でたったの69件です。勝利憐れみの霊が原因で処罰された事件ってたったの69件しかないんですよ。それくらいは人殺しとか強盗とかのはるかに多いですよね、年間の。それくらいよりはビビたるものです。でしかもこの処罰の対象者のうち、いわゆる武士、ね、下級武士を含めた武士は69件中なんと46件もあるんです。3分の2です。3分の2の64件は武士です。つまり一般庶民が、武士以外の一般庶民が処罰された例はたったの23件しかないんですよ。20年間で23件、年間ならば年間1件くらいですわ。ねえ、でしかもこの69件のうちで死罪になったのは何やと思います。これもたったの13件しかないんですよ。69件で、ね、勝利憐れみの霊が69件の事件が生まれました。でその69件のうち首をはねられた、死罪になったのはたったの13件、20年間で13件ですよ。でその他にも流罪、つまり延長になったのが12件、これ足してもたったの25件です。半分も届きません。どうですか皆さん、勝利憐れみの霊という悪法のせいで、ね、人々は長い間地獄の苦しみを味わったって、全くの嘘だってわかるでしょ。耳を疑いたくない話があるんですよね。でもこれが事実なんです。で、あとね、勝利憐れみの霊についてさっき言いました私、宋の劉邦、宋の劉邦が綱吉に勧めたって言いましたね。実はこれ真っ赤な嘘です。劉邦という人が綱吉に初めて会ったのは1686年です。で一方勝利憐れみの霊が初めて出されたのは1685年です。勝利憐れみの方が早いんですよ。勝利憐れみの霊が出た後で劉邦と綱吉が初めて会った、そして劉邦は勝利憐れみの霊を勧めた、そんなバカなことあるわけないんですよ。真っ赤の嘘ですこれ。でまた柳沢義康という人いますよね。でこの人が勝利憐れみの霊に絡んだという話もあるんですが、これも嘘。柳沢義康という人は蘇我用人に取り上げられました。でこれは事実です。でもこの1685年の頃にはまだ身分が低くて将軍に直接意見を入れるような資格はないんです、この人、柳沢義康。つまり劉邦も柳沢義康も勝利憐れみの霊がスタートした当時は全くタッチしてないんですよ。それなのに2人とも勝利憐れみの霊の、ね、基づいてさまざまな悪いことをしてきたと一般的に我々は誤解してるんですね。ある意味劉邦さんも柳沢義康さんも、ね、無実の罪、言われなき罪をかぶった被害者と言いますね。さてここまで勝利憐れみの霊に対する事実を追求してきました。でもね、単なる勝利憐れみの霊は、ね、こういう事実だ、我々は勘違いをしていた、それで終わらせるだけじゃダメですよ。どういうことかというと、勝利憐れみの霊そのものの意義、
ということに我々はもっとその現実に目を向けなければいけません。それは何だと思いますか？それはさっきもちらっと言いましたけど、現代の私たちには当たり前のように備わっているある精神、